旗両玉像、楊広知乱筆。旗両玉は、中国、民の軍人。姓は秦で、名は両玉、字は、低祖。彼女の軍は、トネリコでできた槍を持っていたため、白官兵と呼び恐れられた。武力だけでなく、教養にも優れ私分を良くしたという。なお、旗両玉は生死に列伝を持っている、唯一の女性武将でもある。出身地は、 死川の中州。成長しては石、死と火を治めていた、千武士、馬戦場の妻となる。万歴十七年に、陽王流の乱が起きると、夫と共に従軍。自身も五百の兵を指揮し、南川においては、先行一等とされた。しかし、夫の馬戦場は後に、無実の罪で獄死。それ以降は、旗両玉が変わって、石。 死と火を統治することになる。典型元年、後金の侵入を防ぐため戦う。その戦いで、旗両玉は、兄の旗国兵衛と、弟の新民兵衛と共に、両党の地を守り切ることに成功した。しかし、兄である、旗国兵衛は戦死。旗両玉は朝廷に対し、兄と遺族に対する保障を願い出た。これによって、 畑国兵は都督戦時を追蔵され、これが遺族に世襲されることになった。同年、四戦で、社数名が反乱を起こした。畑両玉は、この反乱軍に勧誘されるも、死者を切り殺すと、弟の親民兵衛、老いの畑翼明、畑くぬぎ川明を率いて、俗の鎮圧に出陣。諸君の土地を平定することに成功する。数定三年。 あと金の軍勢が民に攻め入った。各地の勢力が、数定定の勤の王例に応じないまま四つの城が、落とされ、絶体絶命の最中に彼女だけがそれに応じ、死材で軍を率いて軽の救援へ向かった。数定定は、国のために戦う彼女と城官兵たちの忠義に、心打たれ、その偉業を称えるための死を四つ作って送った。旗両玉は、 数帝帝が作った死を4つと、その他の恩賞をもらい四条の回復を命じられて、帰還した。その後も、旗領玉は、数多くの族を退治する。数帝13年、大量虐殺で有名な長賢中と戦うがこれには、かなりの苦戦を強いられる。というのも、相手の兵力が多かったというのもあるが、その味方の武将が領玉の検索を受け入れて、 くれなかったというのもある。結局、四川は、朝賢中に、支配されてしまった。また、数帝十七年には、理事政の乱により、数帝帝が死亡、民が滅亡した。しかし、両玉は、亡命政権である南明の広光帝に仕え、ここで感謝を得る。そうして、石使と日に立てこもり、順次三年に、朝賢中が死ぬまで戦い続けた。同じく、 超剣究と戦った少女軍人としてチンキラが知られている。ありがとうございます。